1902年6月16日、セントポールグローブ紙に掲載された、観客のジェシー・ブラウントが、ゾウに殺されたという記事の差し絵。蔵の一部が残っている。トップシーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州コニーアイランドの遊園地で、感電死させられたメスのアジアゾウ。1875年頃、東南アジアで生まれ、アメリカに密輸されて、 フォアポーサーカスのゾウの群れに参加させられた。トプシーは宣伝のため、アメリカで生まれた初のゾウと偽装された。フォアポーで25年間、トプシーは悪いゾウとして次第に評判を落とし、1902年に観客をしに、至らしめて以降、コニーアイランドのシーライオンパークに売却された。1902年度終盤。 C ライオンはリースされ、ルナパークとして再開発された。トップ C は泥水町教師や虚栄心の強いオーナーであるフレデリック・トンプソン及びエルマー・ダンディに起因する出来事に巻き込まれることがたびたびあった。年末の目玉としてトップ C の公開処刑が企画されたが、入場券販売をアメリカ動物虐待防止協会に止められた。 この企画は招待者及び報道関係者のみに縮小し、トンプソンとダンディは、より確実な毒と電気を伴う上級インチにつなげた、太縄での公主に同意した。1903年1月4日、限られた観客の面前で、トプシーは毒を食べさせられ、電気を流され、首を絞められて殺された。報道関係者として、エジソンスタジオがこの様子を動画で撮影していた。 この映像は、ある像の電気処刑として、コイン式キネトスコープで公開された。その後約70年トップシーについてほとんど語られることはなかったが、同様のことがまだ行われているとして、大衆文化に、部分的に表に出るようになった。大衆文化ではこの責任は、トンプソンとダドリーから、電流戦争時に、交流の使用に反対していたトーマス・エジソンが、 デモンストレーションとして行ったとすり替えられた。専門家はエジソンは、ルナパークに行ったことはなく、トップシーの電気処刑は、電流戦争の10年後であると指摘している。1899年、フォアポセルズ・ブラザーズ・サーカス合同公演ポスター。重量級の像による、大闘争を呼び物としている。1875年頃、トップシーは、 東南アジアで生まれ、すぐに象取引業者に捕獲された。フォアポーサーカスのオーナーであるアダム・フォアポーは、初のアメリカ生まれの小像として宣伝すべく、アメリカに密輸した。当時フォアポーサーカスは、より多くの、より大きな像を所有する、バーナム・ベリーサーカスと競合していた。トプシーの名は、アンクルトムの小屋の奴隷の少女の名から名付けられた。 1877年2月、フォアポーは初のアメリカ生まれの小僧を唯一所有しているとメディアに告知した。ゾウ取引業者は PT バーナムにもゾウを売却しており、フォアポーの偽装について密告した。バーナムはフォアポーの偽装を公表し、フォアポーはトップシーがアメリカ生まれだと語ることをやめ、初の熱帯以外で生まれた小僧と宣伝するように、 なった。成長すると、身長10フィート、幅20フィート、重さ4から6トンとなった。何年も、悪い像と言われ続けてきた。1902年、ニューヨークシブルクリンクにて、フォアポーセルズ・ブラザーズ・サーカスとして活動中、トップシーは、観客のジェームズ・フィーディング・ブラウントを殺してしまった。諸説あるが、1902年3月27日朝、 酔っ払っていたブラウントが、すべての象が一列に繋がれている、動物テントに迷い込み、象をからかいウイスキーの瓶を持ってくるよう叫んだという、説が最も有力である。そして、トプシーの顔に砂をかけ、象にとって、大変敏感である鼻に、葉巻きタバコの火を押し付けるなど虐待した。トプシーは、鼻で、ブラウントを地面に叩きつけ、頭、膝、足で押しつぶした。 新聞は、過去に十二人殺したと誇張して報じたが、有力な説は1九百年度のテキサス州パリスと、ウェイコでのフォアポーセルズ・ブラザーズ・サーカス従業員二人の殺害である。しかし二0 1三年、ジャーナリストのマイケル・デイリーは、著作にてウェイコで像が人を殺したという記録は残って、おらず、パリスでは、トップシーが、調教師に怪我をさせた記録はあるが、 死亡したという記録はないと記した。トプシーの殺人の話が広く伝わり、サーカスの集客に大いに役立った。1902年6月、ニューヨーク州キングストンで記者から、トプシーを降ろす際、見物人のルイス・ドデロが棒を使用して、トプシーの耳の後ろをくすぐった。トプシーは、鼻でドデロの胴をつかみ、調教師が止めるまで上下に大きく揺さぶった。これにより、 フォアポーセルサーカスはトップシーの売却を決意した。1902年6月、トップシーはコニーアイランドにあるシーライオンパークのオーナーであるポール・ボイトンに売却され動物賞の見せ物に追加された。フォアポーの調教師であったウィリアム・ワルトがトップシーに伴い園に雇用された。近隣のスティープルチェースパークとの競合などから 夏季の集客が悪く、ボイトンは、遊園地業から手を引くことを決意した。年末、ボイトンは、シーライオンパークを、フレデリック・トンプソンとエルマー・ダンディに売却し、二人は、より大きな遊園地に再開発して、ルナパークと改名した。トプシーは、材木だけでなく遊具、ルナを運ばされるなど宣伝に使用され、メディアは、トプシーのこれまでの暴行に対する、罰と書き立てた。 1902年10月、ルナを動かす芸の最中、アルトはルナを引かせようとトプシーをピッチフォークで刺した。警官に注意され、アルトはトプシーの体に設置された道具を外し、道路で走れるようになったため逮捕された。この出来事はアルトの飲酒問題により引き起こされた。1902年12月、酔っ払ったアルトはトプシーに乗って、 コニーアイランドの街中に繰り出し、地元の警察署に向かった。トップシーは、警察署のドアを通り、大きく稲な泣きながら、あちこちを鼻で撃ち、警察官たちは官房に逃げ込んだ。これによりアルトは解雇された。トップシーは処刑場への橋を渡るのを拒み、報道写真家や見物人に取り囲まれている。結局釣り上げられて運ばれた。アルトの状況がなくなり、 トンプソンとダンディはトップシーを持て余したが引き取り手も見つからなかった。1902年12月3日、ルナパークの広報であるチャールズ・ミュレーは数日中にトップシーを電気により安楽死させると発表した。少なくとも地元の新聞社一社が詳細を呼び、新設のルナパークが新聞を賑わせ続けるためトップシーによる宣伝効果は絶大であると記した。 1903年1月1日、トンプソンとダンディは1月3日または4日にトップーを入場料25セントで公開処刑すると発表した。当時、そのの中心となる200フィートの電気塔が75フィートまで建てられていたラグーン中央部の以前ボートが滑り落ちる遊具のあった島が処刑場として選ばれた。広報のミュレーは報道を操作し、 そのの周囲に横断幕及び簡易公主題の司法に、1903年5月2日、コニーアイランド中心部に100万ドルかけ開発された、ルナパーク開業と宣伝した。トンプソンとダンディの計画を知ったアメリカ動物、虐待防止協会のジョン・ピーター・ヘインズ会長は、不必要な、残虐な殺害方法として、公主を禁じ、有料での一般公開をやめるよう伝えた。 トンプソンとダンディは代替案についてヘインズと話し合った。以前にも毒殺などによる安楽死を行っていたが、2年前にニューヨーク州バッファローでジャンボ2世という像を感電死させようとして失敗していた。ASPCA への譲渡を含み何度も交渉を繰り返し、太縄で繋いだ上級インチで考察することとなった。 さらに毒及び電気も使用することとなった。1903年1月4日日曜日にトップシーの処刑が行われることが決まった。1500名の見物人、100名の報道写真家、そして経過を見守るためのアスパの職員が集まった。トンプソンとダンディは100名の見物人の入場を許可、したが、それ以外の人々もフェンスを乗り越えて侵入した。 有料で近隣の建物のバルコニーや屋根から見物させる者も,もいた。電気塔にも太縄が設置されており、ASPCA の職員たちは目を光らせていた。関電士は地元の電力会社であるブルックリンクのエジソンエレクトリックイルミネーティングカンパニーのチーフ、電気技術者ピーリー・シャーキーの監修のもと複数の職員が担当した。ブルックリンクベイリッジにあるより、 大きな変電所から電線との交換で、旧ブロック先のコニーアイランド変電所から電線を引くのに夜通しかかった。ベイリージにてスタッフはエンジンを入れ、コニーアイランド変電所への送電線と母線をクリアにするようにと言われた。トップシーの関電子の報道写真。後ろに未完成の電気灯が見える。動物ショーを行っていたカール・ハーゲンベックの 現職員で、造専門家のカールゴリアスにより、トプシーは、檻から未完成のルナパークに引き入られた。新聞記事によると、ゴリアスがせかしたり、人参やリンゴで釣るのを無視し、トプシーはラグーンにかかる橋を渡るのを拒否した。トンプソンとダンディは、トプシーに橋を渡らせるために、 処刑を見たくないとするアルトを連れてこようとし、アルトは25ドルの報奨金を提示されてもこれを拒否したが、1000ドルなら引き受けると語った。結局橋を渡らせるのを諦め、その場で処刑することにした。蒸気、縄電線が引き直された。電気技術者は、電気が、全身に回る、よう銅製サンダルを、トプシーに履かせて、AC 線を、 右前足及び左後ろ足とつないだ。シャーキーはすべてがクリアなことを確認し、トプシーはミュレーから後ずさりしながらも、生酸化に460グラムが混ぜられた人参を与えられた。午後2時45分、シャーキーは信号を送り、電気技術者は電話で、コニーアイランド変電所の監督にスイッチを押すよう、語り、ルナパークのチーフ電気技術者、 ヒュー・トーマスは、園内の他のスイッチを押し、ベイリッジから、トップシーの体に6600ボルトの電圧が10秒間、引火され、トップシーは地面に倒れた。記事によると、トップシーは、稲泣きもうめきもせず亡くなった。トップシーが倒れた後、上級インチの輪を2つ、トップシーの首に10分間巻いた。2時47分、トップシーの死亡が宣告された。 ASPCA の職員を呼び、トンプソンとダンディに雇われた二人の獣医が、トプシーが、感電死したことを確認した。コニーアイランド変電所の管理者であるジョセフ・ジョハンソンは、そのに送電中に感電死しそうになり混乱した。ジョハンソンは気絶し、右手から左足に通電して小さな火傷が残った。1903年、あるーの電気処刑。 エジソンマニュファクチャリング社により撮影されたトップシーの電気処刑トップシーの電気処刑はエジソンフィルムカンパニーの撮影隊により撮影されたエドウィン・エス・ポーターまたはジェイコブ・ブレア・スミスが監督したとされる74秒の映像で乾電子の部分のみが映っている数週間のみ ある像の電気処刑として、エジソンキネトスコープの一つとして公開された。1897年から、エジソンマニュファクチュアリング社により撮影された、コニーアイランドの車窓、シャワーシーン、乗馬、そして1903年のルナパークの複数の像による、芸を含む多くの実写映像の一つであった。エジソン社はコマごとに撮影した写真を、 アメリカ議会図書館に提出した。これにより、経年による腐敗や崩壊から、多くのフィルムやネガを保護することができる。ある像の電気処刑は、エジソン社の他の映像ほど、一般的でなく、ルナパークでもコイン式キネトスコープを所有していなかった。ため見ることができなかった。長い間、 この映像もトップシーの物語も表に出ることはなく、1979年の映画ミスター・マイクズ・モンドビデオで脈絡なく登場したのみであった。1991年、ドキュメンタリー監督リック・バーンズが映画コニー・アイランドを制作し、トップシーの死を扱うシーンがあり、ある像の電気処刑の映像が使用された。1999年、 コニーアイランドマーメイドパレードにおいて、芸術家のギャビン・ヘックにより、トプシーを忍ぶフロート社が制作された。2003年のトプシー没後100周年、ヘック、及び地元の芸術家グループは、メモリアルアートのコンクールを主催した。ルイジアナ州ニューオーリンズの芸術家、リーデー・ガードの作品が選ばれ、コニーアイランド USA 美術館に展示された。美術館では、 鎖が吊るされた部屋で銅板の上で、手回しミュートスコープにて、ある像の電気処刑を見ることができた。近年、様々な映画、ミュージックビデオ、テレビ番組、ビデオゲームなどで、ある像の電気処刑が使用されている。またトップシーの詩は、曲、小説、詩人、W.S. マーウィンのザ・チェーン・ツー・ハーレッグなどの詩に登場している。 1903年頃のトーマス・エジソン。しばしばトプシーの死に関連づけられる。大衆文化においてトプシーは電流戦争時に交流の使用に反対していたトーマス・エジソンが危険性を提示するためのデモンストレーションとして公開処刑したと描かれることがある。例えば2008年のワイヤード死の記事にはエジソンは点数稼ぎのため像を挙げたと記され、 2013年のコメディアニメボブズ・バーガーズのエピソードトプシーにも取り上げられた。これより15年前の電流戦争時、エジソンは交流の危険性を示すために動物を感電死させていたが、トプシーが亡くなったのは電流戦争終了から10年後のことである。トプシー死亡時、エジソンは電気照明業にはもう関わっていなかった。1892年に エジソンの会社がゼネラルエレクトリックに合併され、1890年代に鉄鋼製製業の資金のため持ち株すべてをゼネラル社に売却していた。報道によると、ブルックリンクの民間電力会社はエジソンの名を冠していたが、以前エジソンが所有していたエジソンイルミネーティングカンパニーとはもはや関係がなかった。エジソン自身はルナパークを訪れたことはなく、 トップシーの死について、あるいはエジソンマニュファクチュアリング社が、エジソンの発明による、撮影方法で1200本もの短編映像を、制作していたことについて知っていたかは定かではない。2013年、ジャーナリストのマイケル・デイリーは著書において、エジソンは銅板を適切な場所に置き、ベーリッジの大規模なウェスティングハウス AC 発電機で、ゾウが死亡したことを喜んでいるだろうと記したが、 デイリー自身、ルナパークとエジソンがトップシーについて連絡を取っていたとは考えていない。エジソンとエジソン社にもはやつながりがなかったとしても、主要な新聞がエジソン社の電気処刑として報じ、ある像の電気処刑にトーマス・ A ・エジソンのクレジットが残っており、エジソンとトップシーの死の関連性に対する誤解は残ったままである。ありがとうございます。